穴蔵は地面や山盛り土の斜面に横穴、縦穴を造成、または既存のものを利用して、ものを収納できるようにした倉庫。地下倉庫。穴蔵、穴蔵とも書く。日本での穴蔵の成立時期は正確にはわからないが、親朝狂気の文明10年の記録に火事に際して、穴蔵に不足を収めたという記録がある。また、慶長八年に編纂された日保辞書には、 穴蔵の孔があり、地下、または、洞穴の中に作ってある、穀物や食料を収める倉庫とあることから、江戸時代以前から、穴蔵は普及していたと考えられる。庶民の間においては、明暦2年、江戸本町2丁目の御福祥、泉谷久左衛門が最初に穴蔵を作ったとされ、翌3年に発生した、明暦の大化においては無事であったという。天保の頃、 京阪の符号が金銀を蓄えるために作られ、中小の商店にも作られた。土蔵よりも安価で築造できる上、火事にも強いため庶民の間に普及した。江戸でも大屋では土蔵とは別に屋敷の裏手に作り、金銀を収めた。一般には火事に備えて火財を安全に保管するために用いられた。穴蔵はその用途に応じて規模が違い。 大きいものは不審も維持も莫大な費用がかかった。木造の穴蔵を作る職人は一般に穴蔵屋などと呼ばれ、江戸では霊岩島川口町に数軒あったのをはじめ各地にいたが、京阪にはいなかった。穴蔵の工事は穴を掘る掘り方人足、水止め専門の左官を穴蔵屋が受け負って進められたと考えられている。明治時代以降、銀行制度の普及によって、 財産を自宅に保管する必要がなくなったこと、火災保険や、欧風の防火建築が導入され火災の損害に、怯える心配も少なくなったことなどから、穴らはほとんど作られなくなった。京阪では、多くの場合、壁面に霧石を積んだものが見られた。江戸では、地下水脈が浅く防水の必要があったため、もっぱら、火輪や柏など木材を用いて、船底を作る要領で作られていた。 素材は時代が進むにつれて杉や松、銅板なども使われた。江戸では上屋の下に穴を掘った半地下式や上屋を設けた入り口に階段をつけ木の天井で補強した深さ3から4メートルの浅い素彫りの穴蔵が作られた。18世紀後半にはこの形式は廃れて垂直に掘った深い穴に梯子をかけて上り下りする形式に変化していった。緊急時には 開口部に蓋をした後に渋紙を敷き、上から防火用の砂をかけていた。与党城の穴倉天守跡階層としては地界に含まれる。城郭建築においては、櫓台、天守台、御殿など大型の建物の地下に作られる。主に備蓄倉庫としての役割を持っていた。天守には、天守台の内側をくり抜くようにして作られ、床が土、または、 石畳で覆われた土間であるものを言い、建物の出入り口を兼ねていることがある。井戸が作られていることもあったが、現存しているのは松江城天守のもののみである。小沢2015、pp16 から17、木、田川森貞著、森貞千光1837年小沢2015、pp180 から199、小沢2015、 pp 32から44三浦正幸監修決定版図説天守のすべて学習研究者2007年ありがとうございます